スはカメラ大好きな森。カイノのインタビュー中にはよかったなら邪魔しないでほしいなと思いますけど。そんな森に悲劇が。いってー、ここは撮らないで。カメラは捉えた。ファンスポ総力取材のコーチンプレイ。宮崎キャンプの爆笑シーンをもっともっと大特集。ファンタスティックプレイキャンプ特別編、レッツラーゴー。キャンプ地宮崎では藤本フィーバー。巨大なヒゲバルーンが登場すると、監督自らデザインしたヒゲシールもプレゼント。やばい。子供も、似合いすぎなお父さんも、みんな大好き藤本監督。キャンプ恒例の12分間走では、あとあと12分間走しますけど、初日2日目全部があったんで6分間走変えます。ありがとうございます。はい。なんと例年の半分に免除。それでも走り終えた選手はかなりきつそう。別の組で走る会話、俺嫌や、早いや、マジで嫌や。ペース見られるとちょっとこっちのペースあるから。いや、6分、6分。お前、和田が1400ちょっと行ってんか、1400も行け。しかし、序盤から遅れ気味。なんとか限界まで走り抜くと、そんな回はノックでもしごかれる。コントロール悪い、ダメ、コントロール。もうヘロヘロだ。それでも城島アドバイザーに志願して連日早朝から打撃練習。集合時間になっても練習は続き、ストイックな会員、ファンタスティック。初の密着24時、今日もレッツゴー。今日はゆうたさんも来てますんで、よろしくお願いします。元気いっぱいの松田、大きな当たりだ。これはファウル。え、どうした。実は一塁付近で盛大に転倒。やべえ、はっせ。それでも仕切り直すと、クリーンヒットで汚名返上。今度は足元異常なし。守備ではどうだ。一方チームメートのエラーには、そんな松田のお気に入りはルーキー野村勇。三遊間でコンビを組むと、松田から可愛がられる勇ちゃんは中等クラスのスピードスター。さらに三塁も、相手のモーションを完璧に盗むファンタスティックスチール。いいね、飛びた。守備だって超軽快。いいね、イサミちゃん。もう25歳なんで、もう今年レギュラーを取るっていう気持ちでこのキャンプ頑張りたいと思います。即戦力として期待のかかるイサミちゃんに。
京都にそびえ立つのは今宮。飛びついた。さすがミスターファンタスティック。こちらは練習後の一コマ。栗原が交代しようとしても自らグラウンド整備。まさにプロフェッショナル。さあ新キャプテンの柳田、このマークに早くも物申す。カラーリングをこのグレーのとこをちょっと黒にしたいです。その心加護、球団がスピード対応。要望通り縁取りがグレーから黒に変更。すぐ球団の方に動いていただいてイメージ通りのカラーリングになってました。はい、ありがとうございます。フリーバッティングでは気持ちよく柵越えを連発。あまりの飛距離にカメラマンもこう白線でも出るか。あーっと強烈なフルスイングで接点カラリン。今度はもっともっと大迫力、千賀対柳田ドリームマッチ。本番さながらの緊張感、全力でぶつかり合う球界最高峰の戦い。結果はフォアボールながら、なんとも豪華な対決。真剣勝負が終わると、ギーさん、鼻毛ついてるっす。うわ、マジ？あ、本当だ、やるよ。仲良しな超人2人にファンタスティック。その千賀はブルペンでカメラを回し投球チェック。そんな中、まさかのハプニングが。カメラの三脚にボールが直撃。これに海野は、うわあ、2人ともリアクション良すぎ。次は杉山。毎年話題になるグラブの刺繍。今年の新作が、今年は潰れてからが筋トレっていう風に、潰れてからが筋トレっていう風にボディービルの横川さんが来てくださって、まあ、トレーニングを教えてもらった時に言っていたので深いなと思って。筋トレの仕上がりも順調。マッチョな先輩ギータとムキムキファンタスティック。冷たい風が吹くある日、なんと気温は5度。そんな中、栗原は半袖で登場。いや頭が悪いなと自分で感じました。めちゃくちゃ寒かったっす。はい、まるで少年のような栗原。回から盗塁を決めると、しかし喜びから一転、ちょっとはしゃぎすぎたかな、すいません。こちらは天然疑惑のつもり。今シーズンの目標は、今年の目標は、沢村賞です。なんとか食らいつくもバッテバテのつもり。お前練習してきた？してます、森さんとこで。おいして変かったや、怖いばっか残ったや。森さんひどいよそれ。おいひどいな。痛いところをバラされるも、サイドスローの先輩又吉のブルペンを入念にチェック。さらには直撃取材。弁
勉強熱心な熱盛にファンタスティック。一方、又吉候補はカイノとじゃんけん対決。負けた方が遠くへ行くルール。お前ずるいぞ、早く行けよ。この後早速ツイッターにアップ。さすが又吉候補。続いてカイノに絡まれたのはメガネでイメチェンした田中正義。10回連続キャッチでクリアするこのメニュー、これに動揺したのか。崩れました。カメラに囲まれたのは41歳の誕生日を迎えた和田。プロ20年目の大ベテランながらキレッキレのまっすぐ。最後の松坂世代として腕を振り続けます。野球でね、同級生に刺激を与えられるようなね、投球を見せられるように頑張りたいなと思ってます。いつまでも若いワッチにファンタスティック。一方こちらはピッチピチの2年目井上。世界の王から打撃指導を受けると、打って打って打ちまくり。実戦8試合で打率は4割5分に1ホーマー。ちなみにチーム内でのあだ名は、人気も実力も急上昇中のゴリにファンタスティック。お待たせしました、リチャードの登場。お、チョコ落ちてる。お、こっちもチョコ落ちてる。ここにもチョコ落ちてるよ。チョコの中さんぽ。チョコの中さんぽ。ギャグは不発も、リチャード節は健在。これ誰だっけ？あっつ。そんなリチャードの謎行動、ユニフォームをハムハムすると、今度は袖をハムハムしてポッケにイン。さらにはチャンバラごっこ。真面目に練習しないと。これは師匠に報告だ。おいリチ、ちゃんと練習しろよ。すいません師匠、真面目にします。さあ心入れ替えてバッティング練習。フェンスの上をはるかに超える場外だ。さらに全体練習後には志願して、国防二軍監督とおかわりトークだ。しっかり打ち込んだ後はもぐもぐタイム。ほっとけない男リチャードにファンタスティック。リチャード以上の個性を放つ育成8位ルーキーの佐久間。体重は104キロ。好きな食べ物はお米とお肉。1日に4合も平らげるほど。さらにもう一つの特徴が、はい、3本目。見かけによらずファイターナイス。ラスト、ラスト。趣味はカラオケ、特技は歌うこと。人気沸騰間違いなし、ファンタスティック。ラスト、ラスト。こちらも筑後から華麗な足技を披露するドライチ風間。そういえば入寮式で持ち込んだのもサッカーのスパイク。挨拶代わりのリフティングでは先輩たちの心もがっちり。ゲットしたらスーパールーキーにファンタスティック。
クープ写真。侍ジャパン栗山監督の背後に人の手が。実はこれ、地元観光協会のスタッフがインタビューボードを手持ちしていたんです。映像では頑張って下がってきた、もうダメだ。5分以上も耐え続けた岡崎さんにファンタスティック